カンソンフンが全米プロゴルフ選手権第1ラウンド4位タイとコース,スタートを切った。トップのブルックスケプカと5打差だ。カンソンフンは17日米国ベスページ州立公園ブラックコースで開かれた全米プロゴルフ選手権第1ラウンドで4バーディー、2ボギーの2アンダーパーマイナス68を記録した。これでカンソンフンはルークリスト、 パットペレスと共に4位体となった。一方、キム・シュウは1アンダーがマイナス71で9位体とカンソン・フンと共にトップ10入りし初日を終えた。イム・ソン・ジェは41位、アン・ビョン・フンは91位、ヤン・ヨンウンは127位に止まった。